はい、ということで実況のパート19を始めていきたいと思います。ゲストハウスのロビーは静寂に包まれていた。クラス、夏日、エヴァの3人はもはや緊張感の糸もたるみ疲れ切って意識を朦朧とさしている。彼らは時折席を立ち無意味に歩き回ったりすることで眠気と戦っているようだった。大丈夫ですか、エヴァさん。やはり無理をせず休んでいてください。大丈夫だって言ってるわ。もう大人は私たち3人しかいないのよ。ん？あれ何女って死んだっけ。あれ何女生きてるよね。まあいいや。休んでる暇なんかないわ。石にかじりついてでもここを死守するわよ。勇ましいセリフを口にするが、荒い息は隠せていない。一度は薬で落ち着いた熱だったが、再びぶり返してきたらしい。エヴァの体調が悪いのは一目瞭然だった。無理はするな。せめて目を閉じていたまえ。もし起こさねばならぬ時は必ず起こしてやるから。だから平気だって言ってるわ。放っておいて。もはや意地になっているようだった。今の彼女にはこれ以上何を言っても耳に届かないであることをクラスたちも悟る。だからそれ以上何も言わずそっとしておくことにした。今のエヴァにはそんな口論すらも負担になっている。口を閉ざしただ静かに座っているだけの方がまだ体に楽だろう。実際エヴァはもう眠気にくじけようとしている。短期に言い返すのは自らを鼓舞して眠気を飛ばすためなのかもしれない。時計はもうじき午後の6時を指そうとしている。まあでもエヴァ寝てたかな、一応。途中てか。だからまあ、クラスと夏日に比べたら眠くないと思うんですけどね。眠気をごまかすために何度も間食を取ったせいで空腹感はなく、むしろ寝不足のせいで午後どころか明け方の6時のようにさえ感じられた。あ、間食あるのね。明日の朝の9時にぴったりに船が来てくれると仮定しても、まだ12時間以上たっぷりある。いや、それは絶望や。あと12時間起き続けるのはきついね。気の遠くなるような時間だった。長い、辛い、暑い。時計の音さえ今この身を苛む。こんな時はいつだってあの人が私の額に手を当ててくれれば立ちどころに熱が引いたのに。でももうあの人はいない。エヴァは朦朧とした意識の中で再び深い悲しみにとらわれていた。もう涙は枯れ果てた。それでも最愛の夫を失った悲しみが尽き果てない。私は間違っていたんだわ。どうして？もともと新しき魔女はエヴァと一なる存在。エヴァが話しかければいつだって返事を返す。私は後宮家の当主の座さえ得られればそれで満足のはずだった。それがあの黄金の山を見た途端に欲が増えたの。あの黄金の山を独り占めしたい気持ちに駆られた。うん、それは恥じることでも何でもないわ。だって後宮家の当主として当然の権利じゃない。他の誰にも黄金の一かけらだって譲るものかってのよ。私がその誘惑にとらわれたからあなたが生まれてしまったんだわ。あなたは私の少女時代の心であると同時に自分勝手でしかない私の横島な心でもあった。そのあなたがあの黄金の山によって芽生えた私の愚かな欲望のせいで私の胸という卵の殻を破りこの世に生まれ出てしまった。あなたを産んだのは私の責任なら、私が殺したローザとマリアも、そしてルドルフとキリエと秀吉もあなたの責任ってことになるわ。どうしてうちの人まで殺したのよ。どうして。秀吉を殺す気はなかったわ。
だってうるさくてしつこかったんだもの。その意味では私たちの、いえあなたの責任ね。あんなのを旦那に選んだあなたの責任だわ。あんなの、あなたみたいな子供にあの人の良さはわからないわよ。あなた。子供言うていけば、もう何歳なんだろうね。中学生なのか高校生なのか。まあ高校生ぐらいなのかな。何よ、私たちは魔法で夢を叶えたのよ。碑文の謎を解いたわ。そして黄金を見つけ、当主の指輪を手にしたわ。全ての夢を叶え切ったわ。それがなんで不満なの。それだけが全ての夢なんかじゃないわ。あの人と素敵な人生を歩んで、ジョージに素晴らしい人生を託す、妻として、母として、私にはまだ叶えなければならない夢がたくさんあるのよ。それなのに、それなのに。それはあなたが大人になってから勝手に増やした夢だわ。私たちの夢じゃない。だからあなたは子供なのよ。自分さえ良ければいいの。そうよ、全て私が悪いのよ。あの時ローザの言うことにどうして私は反抗したの。どうして兄弟みんなに黄金を見つけたと発表できなかったの。全て私が醜いから。黄金を独り占めしたくて芽生えさせた横島な心があなたを孵化させてしまった。ひどい嫌われようだわ。私たちは二人で後ろ見やエヴァなのに。いいえ、もう違うわ。そしてそれはあなたが言ったのよ。私は後ろ見やエヴァ、そしてあなたは黄金の魔女ベアトリーチェよ。だからもう消えて。魔女なんておとぎ話の中にしか存在できない妄想よ、幻想よ。あなたなんか消えてしまえ。二度と私の前に現れないで。ああそう、わかったわ。あなたの前から消えてあげるわ。そして私はもう後ろ宮エヴァじゃない。これからは黄金の魔女ベアトリーチェよ。もう好き勝手に遊んでやるんだから。あんたなんて知らないわ。へそでも噛んで勝手に死んじゃえば。勝手にがついた。まあでもこの表情的になんかちょっとなんかそのまあ本体っていうか元っていうかである自分に嫌われたのがちょっとダメージ受けそうな顔ではあるな。いかにも子供らしいヒステリーを起こしてかすもう一人の自分だった魔女は姿を消した。闇の中にはエヴァだけが取り残される。そして自らに問う。私なの、私が彼らを殺したの。あの人を殺してしまったの。私が殺してしまったの。その問いかけにもはや自らが答えることはなかった。半分眠りこけて船を漕いだ拍子に唾が気管に入ってしまったらしい。唐突にエヴァはむせ込んだ。大丈夫かエヴァ。夏日、水を頼む。あ、はい。大丈夫だってば。もう長男と長女しか生きてねえかんな。ちょっとむせちゃっただけなんだから。エヴァ背中をさすろうとするナツヒの手を払いのけ、よろよろと立ち上がる。顔を洗ってくるわ。ごめんなさいね、寝ちゃってたわ。戻ってきたらまたコーヒーを入れるわね。特に濃い、明日の朝まで眠気が来なくなるようなやつを。うん、頼む。ゴーダの入れるコーヒーよりお前が入れるコーヒーの方が私の好みに合うからな。普通にいいやつやんこいつ。こいつめちゃめちゃいいお兄ちゃんだよな普通に。
お世辞でも嬉しいわすぐ戻るわ。エヴァはロビーを出て化粧室へ向かった。その弱々しい背中をクラスとナッシーが見守る。あなたもあれだけ犬猿の仲だったエヴァさんに気を使うこともあるのですね。本来兄とはこういうものではないのかね。ええ、それで正しいと思います。エヴァに限らん、ルドルフにもローザにも私がした兄らしいことといえば、それを横柄に語り彼らをいじめただけだ。父のようになりたくて私なりに必死だった。だがいつもそれは及ばず、そのはけ口を彼らに向けてしまった。しかしそれは言い訳にならん。エヴァにもまだ傷が癒えぬほどに深い心の傷を負わせてしまっただろう。まあ、正直クラウスがどんな横暴横柄を兄弟たちに働いたかは分からないけど、エヴァエピソード3の最初の方のエヴァの、若かりし頃の回想シーンの若かりし頃のクラウスは言うほどなんか嫌なやつではなかったけどなあの時でも悔いているが、今さらそれを詫びたところでその傷が癒えるわけもない。あなたがその気持ちを今だけでなく持ち続けることで、その気持ちはきっと他の兄弟たちにも伝わりますよ。まあ、もうエヴァしかいねえけどな。今となっては他の兄弟もエヴァを残すのみだがね。もしあなたとあなたのご兄弟が生まれた家が後宮家でさえなかったなら、もっともっと普通な楽しい兄弟の関係であったでしょうに。 BGM が切なすぎるなんだこの悲しい BGM は。それを言ってはならん。エヴァは生涯私を憎み続けるだろう。そしてその資格がある。私はそれを甘んじて受け止めるつもりだ。あなたエヴァ、すまん。もちろん許さなくていい。もちろん許さないわ。何を今さら。悪いと思ったなら今すぐへそでも噛んで死んじゃえば。やっちゃえ、知らせてしまえ。やっちゃえ兄さん。45、射撃とか治療。射撃曲線再確認、飛行誤差修正。410データリンク。410データ受領、射撃許可確認。ニヒヒヒヒ、射撃。姉妹が二人で引く魔法の弦を放つ。黄金の矢が美しい尾を引き、美しい曲線を引きながら飛んでいく。それはさながら黄金の蛇。それは器用に戸建てを避けて飛び、ゲストハウスの玄関を目指す。そして扉の鍵穴に飛び込むと、何の問題もないかのようにゲストハウス内に侵入した。廊下はスルスルと、だけれども矢のごとき素早さで黄金の蛇がシックする。その正面にはロビーの扉。その鍵穴に飛び込んだなら、そこにはもうクラウスとナツヒが。クラウスは扉の鍵穴が一瞬金色に輝いたような気がした。しかしそれが何かと目を細めるのと同時に、その輝きが無知のようにしなって襲いかかり、クラウスの首にぐるぐるっと巻きつく。見ただけなら黄金の蛇はとてもしなやかそう。しかしクラウスの首はまるで針金で締め上げられるかのようだった。そしてその蛇はクラウスを締め上げたまま、さらに伸び、ナッシの首をも締め上げる。二人は悲鳴すら上げられず、
白目を向いて痙攣し、ガクリと脱力する。45、命中および死亡確認。牽引曲線形成、補正点修正。410へデータリンク。410データ受領、死体牽引開始。2匹も釣れた、2匹。黄金の蛇はクラースとナツヒの2人の死体をずるずると引きずり始める。廊下への扉を吸い抜けて死体を引きずり、左に速度を上げて、あっという間にゲストハウスの外へ引っ張り出していく。だからロビーはまるで何事もなかったかのように静寂だった。初めからクラースもナツヒもいなかったかのよう、雨と風の音だけが、ここには自分たちだけしかいなかったと、そしらぬ顔をして居座っていた。ごめんなさい、もう大丈夫よ。今コーヒーを入れるわね。化粧室よりエヴァが戻ってくる。しかしロビーには誰もいない。むせ込んで化粧室に行ったその瞬間まで、彼らはそこのソファーにいたはずなのに、まるでそれが幻であったかのようにいなくなっていた。不用心ね、二人揃ってどこに行っちゃったの？探偵小説の真似事っぽく、エヴァはソファーに手を当てる。ついさっきまで彼らが座っていたことを示すぬくもりが感じられた。見回りにでも行っていいのかもしれない。エヴァはとりあえず腰を下ろし、彼らの戻りを待つのだった。屋敷の客間にはベアトとジョージの姿があった。ジョージはシャロンの遺体の脇に祈るようにひざまずいている。その表情は真剣そのもので、額には汗さえ浮いていた。しかしそれはベアトも同じだった。自らの名を譲り渡した彼女には、かつての魔力のほとんどが失われている。もちろんそれでも十分に魔女と呼べる魔力はあるが、かつて思えばあまりにささやかなものだ。いいぞ、声をかける、手で触れるな。ここら辺のイラストも多分地味に初めてじゃないかな。心の声で呼べ、心の手で求め、そなたの強き思いだけ。シャノンの失われた魂、わらわの魔法を届かせ。ジョージはひたすらに念じ続ける。愛しき人の魂を呼び戻そうと心の中で必死に叫び続ける。自らの肉体より魂だけが抜け出して、冥府に迷い込んだ彼女を探すところを強くイメージした。その強い力をベアタは魔力に変換し、自らの魔法に加える。かつては誰の助けも借りずに片手間でできた魔法だ。しかし今は助けを借りなければ、成功はおろか、栄翔を終えるには至らない。数百年近くも忘れておったわ。魔法とは、暗言とは、こんなにも辛い魔法であったか。ベアタはジョージ以上に辛い表情を浮かべている。彼女はまだ失念しているが、本来命を蘇らせる魔法は究極の秘術だ。それを指を鳴らすだけで何度でも扱えて、かつての魔力の方が逸脱しているのだ。だから彼女が感じる肉体と精神への強い負担は本来極めて正当なもの。しかし、こやつめの力、魔法を知らぬというのにかなりのもの。なるほど、さすがは金蔵の孫といったところか。ジョージより注がれる強い力は魔力としても通じるほどの大きなもの。ベアトははじめ、それは魔術師であった金蔵の血によるものだろうと思った。しかし多分それは違う。バトラーにそれを教えられたような気がする。ジョージの思い人の死を悲しむ力は、それまでの彼の一生懸命だった人生と、シャロンとの浅かな時間、そして将来を誓い合った夢の大きさから生まれるのだ。人はたった一つの命にここまでも真剣に生きるものなのか。当然だ、自分にとって命というものはオセロの表と裏程度の意味しかない。黒が死を示すなら、また裏返して白にすればいいだけのものとしか思わなかった。しかしあの割れた壺と同じ、二度と元の姿に戻せない魔法のない世界の人間ならば、そのたった一つの命に全身全霊をかけるのはとてもとても当たり前なことなのだ。生死すら自在にする無限の魔女が、死の山さえ越えられぬ有限の人間に劣ることもあるというか。
魔女は今こそ認める。命の価値を理解できない魔女には宿せない魔力を彼は用いている。無限の魔法とは何のためにあるんだったか。わらわは無限の魔女を名乗りながら、無限の魔法の意味を千年間も忘れていたのではないのか。ジョージの表情を改めて見る。ほとばしる真剣さは稲妻のよう。今のジョージならたとえその身を焼かれようとも滝に打たれようとも気にもせず気づきもせず愛する者への祈りを続けるだろう。魔女は初めてその力に敬意を表した。だからその瞬間全ての魔法抵抗が失われ、ジョージの膨大な思いの力が完全な形で魔力に変換される。それはとてもとても美しくて歌詞と歴史のある素晴らしい壺でした。幼い私が見てもその美しさにため息がこらえられないほどに。でもだから触れてみたかったのです。しかし壺はあっさりと落ちて割れて粉々に、割れてしまったシャボン玉がそうであるように、形あった時のそれがまるで幻であったかのように感じてしまう。それくらいにあっさりと儚く失われてしまった命。私は自らの愚かな好奇心が取り返しつかないことをしてしまったことを悟りました。いくら後悔してもいくら謝っても砕けてしまった壺は元の姿に戻ってはくれません。失われた命はどのようなことがあっても元に戻らない。私は自らの軽率な行為が軽率であるにもかかわらず、二度と蘇れない形で命を奪ってしまうことに恐怖しました。そして失われた命を憐れんで泣きました。失わした自らに恐怖してさらに泣きました。おじい様も大切な壺が失われたことをきっと泣くでしょう。それを見ておじい様を大切に思う人たちもみんなきっと泣くでしょう。たった一つの命が失われただけで世界中はこんなにも悲しみに染まるのです。その恐ろしさに私はさらに泣きました。ベアトリーチが現れて言いました。ならばお嬢様、この壺を魔法で蘇らせましょう。それで皆が幸せになれるなら、壺も魔法も精霊たちも喜んでそのために力を貸し、元の姿を取り戻すでしょう。さあさあお嬢様、目を閉じて私と一緒にお歌を歌いましょう。これエピソード3の最初のやつだね。さあさあ目を閉じてごらんなさい。そして思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。それはきっととてもとても美しい姿。どうか私にあの姿をもう一度見せておくれ。力ある言葉がメイフの扉を力強く叩く。かつての彼女の魔法も同じようにメイフの扉を力強く叩いた。しかしそれはひどく乱暴で、安らかに眠る死者たちの貧縮を買うものだった。しかし今は違う。とても力強いのにとても優しくて、慈しみのあるもの。扉の近くの死者たちが目を覚まし、戻ってくることを呼びかける声があることを他の死者たちに呼びかける。死者たちは外より呼びかけるその声の悲しさに胸を打たれ、一刻も早く答えてやろうとシャノンの失われた魂を探す。そして見つける。安らかに眠るシャノンの棺を見つける。それはまさに死者の国に眠るシャノンの魂そのもの。霜と凍ったバラの花で埋められた棺の中で安らかに眠っている。死者たちはその棺を静かに担ぎ上げる。それは一見、なんだこれ、葬送行列に似ていながら意味は全く異なるもの。厳かだけれど喜びに満ちていて、忘れ去られて久しい死者たちに自分たちは死してなお愛され続けていることを思い出させてくれて、彼ら全てに温かな安寧を与えるのだ。そして天井よりの温かな光に招かれるように棺よりシャロンの体が浮かび上がる。死者たちはそれを見送る。その温かな光に目を細め、死者への愛を変わらず持ち続けてくれる見知らぬ聖者に敬意を送るのだった。シャノンの体が天井の光の中に飲み込まれて消えていく。死者の国の漆黒の闇の中にわずかに黄金の蝶が瞬いたのが見えた。それは彼らが忘れて久しい優しい夜空の星を思い出させた。ジョージは声を出してはならないと言われていることを思い出し、慌てて自らの口を塞ぐ。
しかし喉から振動が飛び出そうだった。シャノンのまぶたがわずかに震えたのを見たからだ。そしてゆっくりとそのまぶたが開く。そこにはシャノンの瞳があったが、まだ死者の国の霜が降りたままだった。しかし人の世の、いや彼女の魂を呼び戻した思い人の温かさでゆっくりと溶かされていき、次第に輝きを取り戻していく。そしてその瞳が動き、ジョージの姿を認める。ジョージさん。シャノンが弱々しく唇を震わせ、確かにそう言った。それは言葉としてはあまりに弱々しい。普通なら耳にも届かないほどに。しかしジョージにははっきりと聞き取れた。死んだはずの思い人が、婚約者が、最も愛しい人が再び自分の名を呼んでくれたのを聞いた。シャノン、シャノン、僕がわかるかい。ジョージさん、これは夢なの？いや、これは夢じゃないよ。だからほら、冷めても冷めないよ。ジョージはそう言い、シャノンの方を優しくつねるような仕草をする。それはかつてシャノンが何か驚き、夢かと問うときに必ずジョージが返した仕草。シャノンは自分の方に触れたジョージの指の温かな感触に、そしてジョージは愛しい人の方に、すでに生きる者のぬくもりが戻っていることに、二人は涙する。死別した愛し合う二人は、その再会をどんな言葉で祝し合うのだろう。それを祝い合う言葉は、人の世の狭き言葉では足りない。つまり人の世の言葉など、二人には何の必要もない。ジョージは状態を起こしたシャノンと、ただ言葉もなく抱きしめ合った。シャノンの力はまだ弱々しくて、ジョージの背中に手を回すのが精一杯だったから、ジョージはその分きつく抱きしめた。彼女が二度と自分の手の届かないところに行ってしまわないように、きつくきつく、だけれども優しく優しく抱きしめた。ジョージの背中に回すシャノンの指には、その薬指にジョージが送った婚約指輪が確かに光っていた。その強い輝きは、決してダイヤの輝きだけではない。愛する二人にしか感じえない魔力が確かにあった。その強い輝きがあったからこそ、死者の国で彼女の棺を見つけてもらえたのだ。ベアとは理解する。その指輪が、いや、指輪の形をした二人の思いが、この奇跡を実現させたのだ。ジョージはあの瞬間、確かに魔法を使った。ベアとはその手助けをしたに過ぎない。その魔法には、命の大切さと一生懸命を知る者にしか宿し得ない魔力があった。無限の魔女には知ることのできない、有限の力にしか起こせない奇跡の力。今こそ認めざるを得ない。本当の魔法とは、魔力とは、大魔女を名乗った彼女と最も遠く離れたところにあったことを認めなければならない。ベアトリッチェ様。彼女が君を生き返らせてくれたんだ。まあそもそも殺したんですけどね。ありがとう、ベアトリーチェ。いや、わらわは何もできなかった。シャノンをよみがえらせたのはそなたの魔力、そなたの魔法、奇跡を成し遂げる後ろ宮の血。確かに見届けさせてもらったぞ。かっけえ、奇跡を成し遂げる後ろ宮の血、かっこよすぎだろ。ジョージさんが私を。うん、わらわなど足元にも及ばぬほどの凄まじき魔力であったぞ。わらわなどまだまだ見習いの息を出ぬか。今こそ身の程を知ろうぞ。すげえ汗かいてる、ベアトリーチェ。ベアタはふらりと後ろへよろめく。明らかに体力を消耗しきっていた。ジョージの力だけで蘇らせたと謙遜しているが、ベアタも全身の魔力と体力を使い切っていた。そしてかつて自由自在にもてあそんでいた命をたった一つ蘇らせるだけで、これほどの重みがあるのかとそれをかみしめている。二人はいつまでも力強く抱擁を交わし合う。百億の言葉でも伝えられない気持ちをそうして伝え合っていた。ありがとう、ベアトリーチェ。君は僕たちの恩人だ。まあ、シャノンにとっては殺した人なんですけどね。ありがとうございます、ベアトリーチェ様。とかシャノンが死ぬときにそもそもあのベアトリーチェを罵倒してた気がするんだけどあなたごときがとか言ってた気がしなくもないんですけど、まあいいか。再びジョージ様に会わせてくださったこのご恩を決して
よせよせ、愛し合う二人に感謝されては下道の極みと恐れられたわらわにはくすぐったすぎるというものよ。わらわのことは気にするな、存分に。再会を祝い合え。壁に背中をもたれかけるベアとはそのままずるりと壁を背負ったまま座り込む。こんなにも魔法で披露したのは何百年ぶりなのか。多分初めて魔法を成し遂げた時以来。その時はお師匠様が褒めてくれたっけな。あーでも褒めてくれお師匠様は自分で殺しちまったんだっけ。甘えんなよベアトリーチェ。物を殺すってのはつまりそういうことじゃねえかよ。ようやく魔法の使い方を思い出したようですね。何やこの顔。頭ん中酸欠でカラッカラで思い出すもヘチマもねえぜ。それよりあんた殺したじゃねえかよ。現れるんじゃねえよ。あなたが未だに私を生かしていますよ。だからこうして現れられます。現れられる現れられるっていうなんか日本語なんかめったに聞かない気がするもっともあなたの頭を撫でに来たわけでもありませんが、無様なわらわをわざわざ嘲笑いに来たかよ。それに隠居までした魔女が今さら頭なんか撫でられちゃ他の魔女の笑い者だぜ。そうですね、一人前どころか現役を退いたと豪語するあなたなのに、今頃になって魔法の使い方を覚えたなど恥ずかしくて誰にも言えませんね。だ、内緒にしてくれよお師匠様。ベアタは心地よい下す感の中抱き合う二人を見つめるのだった。愛か、勝てねえななんかクソ、勝てねえな。45データ受領。おっと、射撃準備完了。バレていたのか。弾種選定装填。410射撃2匹。え、あれ待って、今第何の番まで済んだっけ。あ、もう分かんないしたマジで。あれ第なんかさ、確か第7まで終わっちゃうか。待って、第456で確かあのルドルフキリエで秀吉でしょ確か。第7が第7第8であのクラウス、ナスシで終わりだと思ったんやけど、だから終わりだよね人数的には。でもプラスでって感じかまあいいや。シエスタ姉妹の放つ黄金の蛇の矢がバラテーンの茂みを縫い、垣根を縫い、石段を登って屋敷の玄関を、その鍵穴を目指す。それは廊下を縫い、客間の扉の鍵穴に飛び込む。一瞬の出来事だった。疲労しきったベアトにそれを事前に気づけというのは困難な話だった。ベアトの眼前で鍵穴より飛び込んできた黄金の蛇が愛し合う二人をぐるぐるっと取り囲んで二人の心臓を瞬時に貫通した。結局ジョージニキも殺されるんやエヴァの愛する家族はもう秀吉もジョージも死んでしまうという。しかも律儀にシャロンの胸の穴にもう一度黄金の蛇を貫かした。二人は黄金の蛇に、いや新しき残忍な魔女の家具の黄金の縫い糸によって心臓を打ち抜かれて、蘇らせるのにかけた手間とあまりに見合わないほどの一瞬で呆然とするベアトの目の前で二人は倒れ床に横たわる。ジョージ、
とう、ベアトリーチェ。わずかの間でも会わせてくれてありがとう。ジョージは最後の一挙、ベアトに感謝することに費やし、怪しき人と肩を並べて絶命する。その二人を今さら縫い留めたままの黄金の蛇は、あ、じゃあ今さらじゃね、今なおか。大きく渦を巻くようにぐるぐるっと客場内を旋回する。さらなる室内の獲物を探っているのだ。そしてその蛇の先端とベアトの目が合う。ベアトはその瞬間死を覚悟した。その時ワルギリアがその前に立ちはだかり、リオットの指で印を描く。え、いやワルギリア生きてんの？え、いやワルギリア目指す世界にしかいないと思ったけどな。え、ゲーム版の世界にいないって言ったやんワルギリア、前回自分の口でね。その瞬間黄金色の金箔が客間の中を埋め尽くした。それはさながら黄金の吹雪。ベアト、今のうちに逃げて。シエスタの黄金宮からは誰も逃れられない。ん、誰も逃れられない。じゃあワルギリア待ってろ。標的失端。失端。ニヒャ、魔法機回し。ニヒャ。45了解。索敵変更、対人画像追尾方式、標的再補足。410データリンク。410データ受領。すっとろいにえ仙台様。来て来て来て、着弾。シエスタ姉妹の黄金球は狙ったにも獲物を逃がさない。防がせない。魔法的なあらゆる障壁も多そうでなければ防ぐことを夢見ることさえ許さない。ワルギエが放った欺瞞魔法により一瞬だけ混乱したその隙だけがベアトが逃げ去るチャンス。そして姉妹がワルギエをベアトと誤解する唯一のチャンス。両手を広げてマナ弟子をかばうワルギエの心臓の位置を正確に黄金の蛇が撃ち抜く。鍵穴より侵入しジョージとシャロンの二人を撃ち抜き、さらにワルギエまでも撃ち抜いた黄金の蛇はその瞬間に逃げ去ったベアトについては完全に気づけなかった。ワルギリアはベアトが逃げ切れたことを見届けるとこと切れる。ガクリと脱足しその姿をさらさらと風に飛ぶ砂金のようにして姿を消していった。ベアトは魔力の痕跡を完全に消し去り、黄金の蝶になって壁をすり抜けて風雨の小外へ逃げ去る。おのれ。ベアトは心の底から悔しがる。何に？新しき魔女に襲われたから？多分違う。師匠を失ったことももちろん悔しい。そしてそれ以上に再会できた愛し合う二人の王妃を無粋に奪った蛮行にベアトは憤った。二人を再会させるためにベアトは魔力のほとんどを注ぎ込んだ。その末に至った奇跡なのにそれを奪い去る時間はあまりに一瞬。その飽きないまでの蛮行の残酷さにベアタは打ち震える。そしてそれは自らが犯してきた行為の正体でもあるのだ。だからベアタは新しき魔女を憎むと同じだけかつての自らを嫌悪した。だが今は逃げなければ次に狙われれば命を落とすだろう。チェスのプレイヤーが神様気取りで降臨し駒に打ち取られたなんて笑い話にもならないんだから。45着弾確認。強敵資産、間違いなく仙台様を撃破しました。撃破。また私たちの撃墜気象が増えちまうに。にひ、愛し合う二人なんだっけ。引き裂いて一度、合わせて二度、もう一度引き裂いて三度楽しめるだっけ。そのついでにあのクソうるさいババアまでさよならできて最高にご機嫌よ。すげえな、クソうるさいババア弱いし。ラノウェ、文句ないわよね。ございません、ベアトリーチェ様。
あいつは魔女の碑文の儀式を妨害したのよ。第一の晩の生贄を勝手によみがえらせて私の儀式を妨害したわ。文句言われる筋合いなんか何にもないわよ。私の儀式に変わってるね。しかしずるいな。あいつは死体を残さないのね。あのババアも思いっきり何度も無限にいじめ殺して遊んでやろうと思ったのに。何やこの顔。ロドメの顔が面白い。まあロドメは多分ベアトリーが生きていることを知ってたんでしょうね。まあ、あるいは知らなくて、まあ前の主人を殺したことをジョージが肉肉しげに見てたのかもな、もしかしたら。来てないわよ、いつ降りたのよ。いつって、あれは何時くらいだったっけ。確か4時か5時くらいだったかな。 BGM が切羽詰まってるの。 BGM 変わったね。最低でも1時間以上は前だよ。俺たち眠くなってその後は多分居眠りしてたし、でも多分ジェシカの言う通りだと思うぜ。あれ、ちょっと待って、今生きてるの誰だ。え、ちょっと待って、誰生きてる今。え、誰生き残り誰。いや、この二人死んだでしょ。ジェシカ、エヴァおばさん、バトラー、あと南條先生、4人だけや。まあ、南條先生どうせ死ぬだろうから。どうなることやら。1時間か2時間くらい前だった。私もそのくらいの頃だと記憶しています。コーヒーのおかわりはいるかと聞かれましたからな。信じがたいことが起きた。エヴァおばさんが、ちょっと お手洗いに行っている間にクラスおじさんとナシおばさんがいなくなってしまったというのだ。どっかに隠れているわけもない。もちろん戸締まりは全て厳重で内側から鍵がかけられている。破られているものは一つもない。それは1階だけじゃない、2階も同様だ。また全ての扉や窓についてその構造上外からはかけられない形の角を鍵を有している。つまりクラスおじさんたちが外に出たわけもないのだ。にもかかわらずその姿がない。そして姿を消したのは2人だけではなく、なんとジョージの兄貴もだった。ジョージの兄貴はコーヒーのおかわりを取りに行くと言い残し、1時間以上前に下へ降りていったきりだ。きっとエヴァおばさんたちと会話が弾んでいるんだろうと思い込んでいたのだが、ずっとロビーにいたエヴァおばさんは誰も降りてこなかったと話す。全ての扉と窓が内側から成長されている以上、彼らが外へ出て行ったとは考えられない。しかしこの完全な密室と化した牢上のゲストハウスから人間が3人も蒸発したのだ。このような状況下で驚かすなんていたずらのために彼らがかくれんぼをする理由など考えられない。事件に巻き込まれたと考えるのが妥当だろう。まあ、どっかに秘密の地下室があるんじゃねえの。エヴァおばさんは一人息子が失踪していたことを知り、錯乱状態になって部屋から部屋へ大声でその名を呼びながら駆け回っている。そして唐突に両親を失ったジェシカも後に続く。ゲストハウスの中にはジョージジョージという声と父さん母さんという声がいつまでもこだまし続けている。ジョージの兄貴はシャノンちゃんの死に顔を見たいというようなことを口にしていたと思う。こっそりとゲストハウスを抜け出して屋敷へ行ったと考えるのが妥当だった。だがクラスおじさんたちについてはわからない。それを察して屋敷へ探しに行ったのだろうか。エヴァおばさんに声もかけずに、このままではゲストハウスを出て彼らを探しに行こうという話になるのも時間の問題だろう。この後に及んでは俺もそれに賛成だ。あ、賛成なんだ。ゲストハウスに閉じこもっていれば安全だと言って、俺たちは今朝12人もの大車体でここに閉じこもったはずなんだ。なのにそれが今やここには4人しかいない。つまりここに行くことが安全を意味したりはしないのだ。だがその前に忘れてはならないことがある。全ての扉と窓が内側から閉ざされているということだ。ここが密室なのだ。どうやって彼らはここから姿を消したというのか。地下室があるんじゃないの。俺たちは徹底的に探し回った。しかし誰かが隠れている痕跡が見つけられなかった。ほぼ間違いなく
彼ら3人はゲスハウスの外へは連れ出されている。どうやってでしょう。まさか隠し扉とかがあると。隠し扉。扉も窓も外から閉めることは構造上不可能です。釣り糸の類を使ってもこの構造では無理でしょうな。となれば扉や窓以外から出たと考えるのが妥当でしょう。確かにそういう論法にもなるだろうよ。隠し扉が存在しないなんて断言は誰にもできない。しかしそういう発想に飛躍する前に俺はもっとシンプルな可能性も疑ってる。と申しますと。バトラはさっきから窓を開け、鎧戸を開けては外を確かめる仕草をして、それを次々に繰り返していた、うん、この窓は静かだな。なるほど、この窓は他と違って建物の構造上風が吹き込まないわけか。そのようですな。こんなにも外は風雨なのに雨も風も入ってこないとは不思議な気持ちです。南條先生、今窓を開けた時音を感じたかい。いえ気にはなりませんでしたが、よく油が効いていると思います。つまり誰も見ていない廊下の窓からひょろっと抜け出すことは可能なわけだ。しかもこの窓なら風も吹き込まないから、風圧でカーテンや扉が音を立てることもない。静かなもんさ。バトラーは身を乗り出し下の地面を見る。ジョージが飛び降りたかもしれない跡を探しているのだ。しかし降りしきる雨の中の芝生には一見そういう痕跡が残っていないように思えた。こういう窓が1階にもあるのかもしれない。誰にも気づかれずに表へ出ることは可能だぜ。しかし扉はおろか窓は全て施錠されて鎧戸まで閉まっていましたぞ。出ることは可能でも閉めることは不可能だ。閉められるぜ、こうやってカチャンとな。バトラは何を当たり前なことをという仕草で開いた窓を閉め施錠する。まさかバトラさんは共犯がいるってこと。最後に中の人間が鍵を閉めればこんな密室は朝飯前だ。しかしそれでは南條は青ざめながら首を何度も横に振る。バトラが口にしたそれは想像するのも恐ろしいある事実を突きつけているからだ。俺の想像したトリックならな。しかしこんなトリックを使えば怪しまれる人物は極めて限定される。南條の前でそれを口にしたくないが、バトラとずっと一緒にいたジェシカを除けばそれができるのは南條とエヴァしかいない。私はそんなことをしませんぞ。かわいそすぎんだろ南條。毎回必ず疑われる南條ね。誓ってもいい。となるとエヴァおばさんと南條先生のアリバイ合戦ってことになる。俺たちは二人とも怪しんでそれぞれを別々に監禁すればいいだけの話。逆に言えばこのトリックはもっと生存者が多ければ有効かもしれないが、これだけ人数が減った状況下では大して有効ではないんだ。いやそれどころか自分の首を絞める可能性だってある。むしろ外に犯人がいるように見せかけるためわざと鍵を開け放したり窓を破ったりした方が好都合なはずなのだ。もしこの失踪劇が今日の昼にでも起これば俺は自信満々にこの説を発表しただろうよ。だがこの段階に至っては全然自信が持てないぜ。何なんだこいつは。一体何を意味してやがるんだこの密室は。よやはりそのなんだい南條先生、思いつきでもいいから言ってくれよ。何か思いついたようなのにその言葉を飲み込んだように見えたため俺はそれを促す。南條先生はいえいえくだらない話ですと何とか断った挙句ようやく口にした。いえそのやはりこれは本当に魔女の仕業ではないのかと。バカバカしい。魔女なんているわけがねえぜ。魔女は私たちに訴えたいのです。人間にはできないことをやってのけるからこそ自分を魔女だと認めさせたいに違いないのです。私はこのゲストハウス全体の密室からの失踪はそういう魔女からのメッセージだと感じています。考えてはならないのです。意味なんてきっとないのです。
私は恐ろしい。南條先生はわだわだと震えながら湧き起こる恐ろしい想像を次々に書き消しているようだった。下へ降りるとエヴァおばさんとジェシカは行き通り、それぞれの家族を探すためにここを出ようと機嫌を上げていた。家族の姿が見えなくなれば駆られて当然の欲求だ。なんかエヴァおばさんも結構おっぱい大きいけど、これジェシカめちゃめちゃ巨乳じゃね、こうやって見ると。エヴァおばさんは俺と南條先生にここに残るように言ったが、俺は首を横に振り歩み出た。もう引きこもりはたくさんだぜ。俺も外の空気を吸いたくなってきた。ああ、行くならさっさと行こうぜ。もうこんなところに閉じこもってるのはまっぴらさ。早く父さんや母さんやジョージ兄さんを探しに行こう。ジェスカはすっかり頭に血が昇ってしまっている。喘息の発作にならなければいいのだが。残りたい人は勝手に残ってればいいわ。とにかく私たちは表を探してくるわ。南條先生はどうする？一人で留守番してるかい？いい、私もご一緒させてください。かわいそうだろ南條先生。多分南條先生の本心は多分残りたいんだろうなきっと。こんなとこ外行きたくねえだろ絶対。安全が全く保証されていないゲストハウスに一人でこもるくらいなら、危険地帯ではあっても4人一緒の方がまだマシだろう。エヴァオワさんは銃を持っている。彼女と行動を別にするのは自分を次の犠牲者にしてくれと名乗り出るようなものだ。こうして俺たち4人はゲストハウスを出ることになった。ここに籠城すれば安全と言って俺たちはこもり、そして8人を失った。それはまるで生贄を順番に殺すための控え室しかなかったかのようだ。チェーンを外し鍵を開けて玄関の扉を開く。もう辺りは真っ暗だ。表には一応街灯があり、足元をそこそこには照らしてくれるが、不審者が潜んでいそうな暗闇を照らし出すほどの力はない。行くわよ、遅れても知らないんだからね。エヴァおばさんが銃を構えたまま傘も差さずに飛び出していく。ジェシカもその後に続く。俺と南條先生は顔を見合わせてから二人の後に続き駆け出すのだった。一体この屋敷では、この島では何が起こってるっていうんだ。俺はいとこみんなで昨日からずっとゲストハウスのいとこ部屋にこもっているだけだ。だから その外のことは何もわからない。一体俺の知らない部屋の外では、屋敷では、そしてこの島では何が起こっているっていうんだ。俺に計り知れないうちに全てが起こり、全てが進み、そして全てが終わろうとしている。俺は心のどこかですでに諦め始めていた。俺たちはおそらく誰一人明日の朝を迎えられはしないだろう。海猫の鳴く頃に誰も生き残りはしない。お ?6 時かこれ。6時3分ぐらいですかね。6時3分魔女法廷。なんだ魔女法廷って。父さん、あー遺体見つけてしまったか。母さん、まあいいや、とりあえず今回はキリがいいのでここまでしようかなと思います。いやもうだいぶ終盤じゃないですかね。多分次回かその次ぐらいで終わるんじゃないかな多分。エピソード3本編の方は、はいという感じで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。